この行きの島というのは玄界灘に浮かぶ周囲100キロほどの小さな島なんですけども、島の地下奥深いところにはですね、とてもクオリティの高い地下水が豊富にあります。その水を使った陸上養殖っていうものをお見せしようと思っております。東京大学の教授であられます金子豊二先生が面白い理論を発表なさったんですね。って言いますのが、海で暮らしている魚たちは濃ゆい海水の中にいるよりも、もっともっと薄い低塩分の海水の方がよりストレスフリーでよく育つという理論だったんですね。とてもエネルギー効率がいいというか、魚にとっては無駄なエネルギーを使わなくて済むものですから、それを成長へ回せるということ、それが一つですね。私個人的な意見ですけども、天然のトラフグで海で養殖したトラフグがあるとしますと、この陸上養殖で作られたトラフグは約中間よりもっと天然物に近いような身質、それから味わいあるかなと思っております。皆さんにフグを食べるという日本の食文化をより一層ご理解いただき、少しでもお安く、そして美味しく召し上がっていただくために、これからも頑張ってまいりますので、ぜひ壱岐七福神をご堪能してみられてください。壱岐の島の豊かな地下水と最新技術で育った壱岐七福神の料理をぜひお召し上がりください。フグの身を薄く引くことが難しいです。身が締まり弾力があるところが魅力です。壱岐七福神をぜひ食べに来てください。もともと日本人というのはフグを食べるという習慣は昔からあったと思うんですが、フグの幸福の福とかぶってフグが見えてきて、エネルギーを吸収しようとか高いぐらいの魚を食べようというふうに魅力を感じる、そういった民族でもあるかと思うんですね。そのフグが壱岐の島の中で養殖をされておりまして、そちらのフグはですね、人間の体と同じ塩分濃度の 0.9% という海水で育っております。これは何が違ってくるかというとですね、成長する過程で人間の体液とほぼ一緒ですので、ストレスを感じることもなく、また口に入れた時に違和感を感じるわけでもなく、スッとこう体が吸収してくれる美味しさというのがこの壱岐のフグに